確かに、冷戦時代のベソが示し合わせたように騙し合いゲームを披露してみせた。やおちょ臭い話ではあるけれども、それを愚直に指摘すると、ひどいバッシングに合うのは目に見えてるし、いちいち当たり前の事柄を説明するのも面倒で、やぼったいから、これについては触れずにおこう。 と思った人は、昔から、結構いたようですが、あまりの馬鹿臭さに、呆れ果てて並行しているうち、その機会を失ったということかも、知れません。世の物事で、そうした事柄は、教養ある人にとっては、きっと、数多く存在するでしょう。 しかし、大国の嘘に騙されず、アポロ信者の低能ぶりに同調しないでいるのが、世帯、人情の機微に通じていないことだとか、思わせられる B 層の意識こそ、すでに時代遅れなものなのです。55年前の、NASA の発表に偽りがなかったとするなら、 現代日本の技術水準は半世紀以上も前の米国の足元にも及ばないということになってしまうのです。それほど日本の科学技術の水準は今もって劣悪で55年前の NASA の技術水準は高度なものだったのでしょうか そうではないのです。嘘を前提として、議論を展開していくと、深刻な矛盾が露呈してしまう、典型例と呼べるのでは、ないでしょうか。学校やウィキメディアなどで嘘を広め、洗脳を続けようと図る一方で、次のような、 真っ当な説明もされているようです。月は小さいとはいえ重力を持っているので厳密な制御をしながら降下しないと一気に落ちてしまう。もともとスリムは将来の火星探査に向けた技術を蓄積するという狙いもありますが火星よりも月の方が着陸するには難しい部分もあると言われています。 火星は重力に加え、月にはない大気を少し持っていますので、ツイッターにもよく出現した、裸の王様の妄想に、付き合わされるがごとき、幼稚な政治的お芝居は、そろそろやめるべき時期に来ていると、思われるのですが、いかがでしょうか。いか引用。 今日、すべてのスマートフォンが、1969年当時のコンピューターよりも多くの処理能力を持っているとき、NASA はテクノロジーを失ったため、月に戻ることができない、と主張していた。月面着陸が不可能なほど超重い発射線を失った。彼らは月の石をすべて失った約3 0 0キログラム えロシア、ソ連のルナ2号は無人宇宙船だったから、南着陸に失敗して月面に激突しても。どうってことなかった。S、激突したんですかえもちろんだ。ロシア人の宇宙飛行士はみんな苦笑しながら認めたよ。S、じゃあ、失敗なんですかえ無人だから南着陸できなくても人は死なないし。 とにかくロシアが先に宇宙船を月に到達させたという実績は残る。だから失敗じゃない。でも、米国の場合は有人飛行だから、失敗して激突すれば宇宙飛行士が死んで。米国の威信は地に落ちるというか、月に落ちる笑い。そんな危険なことを事前に予行演習もせずにやれるかね。 S, S しかも世界中で生中継してますからね。えい、そうだよ。地球上でも月面上でも一度も成功していないアポロのお尻噴射型垂直着陸を人を乗せてぶっつけ本番で。国家の威信をかけて全世界に生中継しながらやったんだ。もし失敗して宇宙飛行士が死んだら全世界に死んだというニュースが流れる。 一か八かの大爆地だ。会社の経営なら、当時の NASA 幹部は、廃人罪じゃないの ?S、なるほど。そう考えるとありえないですね。A、ありえないよ、絶対に国家の威信をかける場面では。ひっくり返った JAXA の月面探査機、原因はエンジン機能喪失。 スリムはわざわざクレーターの狭間を着陸の目標地点に設定した。あそこに降りられるわけがないと思っていた人も多いはずだ。JAXA の探査機スリムがピンポイント付き着陸において月面にひっくり返った状態で見つかったのに。なぜ月面ピンポイント着陸成功 と、報道されているのでしょうかアンズ。採点者に問題があるからです。宇宙開発予算品は、ネ科学に名を借りた利権あさり宇宙開発での予算の無駄遣いの構造は、科学に名を借りた利権あさりという深刻な問題が投げかけられた。宇宙航空研究開発機構、JAXA の前身の宇宙開発事業団、ナスだ。 零三年に他の二団体と統合の契約をめぐっては、九十八年、吉井氏が NEC など三社から水増し請求があることを指摘し、六十六億円を国に返還させた。この事件は予定価格と契約額がすべて一致する随意契約で、ナスだと相手企業が一緒になって価格設定を行い、見積もり価格に始めから、 水増し、分を含めて高く設定したというものです。なぜこういう不正が起こるか。JAXA に三菱重工や石川島張間重工など宇宙産業各社から322人が雨上がりし、メーカー出身の人物が約2割に上る。メーカー13社が設立したロケットシステムが随意契約で、 JAXA から受け負う段階で契約金額の7から13%に当たるマージンを稼ぎ、自分の構成企業であるメーカーに丸投げするのは、すべて相手方のメーカー E なりの金額になるのではないか、円。実際に JAXA が発注した情報収集衛星システム開発の契約例では、16回もの契約変更が行われた結果、 金額が当初の650億円から783億円と1、2倍に膨れ上がった。しかも情報収集衛星については、機密を理由に契約変更の内容も衛星の観測データも明らかにされない異常ぶりだった。年間3000億円の宇宙開発予算のうち、国の宇宙開発の実施機関である JAXA には約7割の2000億円が流れている。 宇宙開発を含めて科学技術に予算を投じることは必要ですが、国の研究機関である JAXA が委託契約のピンハネを行い、宇宙開発産業の大企業に有利なように、巨額の予算を歪めている、とも指摘されている。米の友人月面着陸は嘘だった、全ロシア宇宙機関トップがついに明言。 半世紀にわたる洗脳劇に大きな転機。ロシア国営宇宙企業ロスコスモスの前社長、元ロシア連邦政府副首相も務めた大物政治家ドミトリー・ロゴージン氏は、アメリカは今でもなかなか実現しないことを1960年代のあのレベルの技術でどのようにして成し遂げたのか。私にはよくわかりません。 彼らが成功していたとは信じられない、と発言。ロスコスモス在籍中、極秘裏に NASA の友人月面着陸が成功したことを示す証拠を探させたというが、結局確たるものは何も手に入らなかった。しかし、ロスコスモス職員からの批判や、国際宇宙ステーションで共同する NASA との関係悪化を恐れ、発言することは控えていた。 アルテミス計画もアポロ同様集金と情報育作用のフェイクなのか